エルヴィン・ジータスはドイツの競泳選手である。彼は1936年に開催されたベルリンオリンピックの男子200メートル平泳ぎで銀メダルを獲得したほか、ヨーロッパ水泳選手権で3個のメダルを獲得している。ジータスは1920年代から1930年代にかけて活躍した平泳ぎ選手、エーリッヒラーデマッハーの後継者と目され、 1928年から1936年まで、ドイツ国内の平泳ぎ選手権で連続優勝していた。長身で筋肉質のジータスは、当時の平泳ぎ選手に多かった小柄でずんぐりした体型の選手たちとは一線を画していた。彼は200メートル平泳ぎを得意種目としていて、1928年に、 開催されたアムステルダムオリンピックから1936年のベルリンオリンピックまで3回連続でこの種目にドイツ代表として出場している。1935年3月16日には当時の世界記録2分42秒4を記録していた。17歳で初出場したアムステルダムオリンピックの200メートル平泳ぎには13の国から21人の選手が出場して、 1928年8月6日、8月7日、8月8日の日程で実施された。選手たちは4つの組に分けられて、まず予選に挑んだ。予選各組上位2名と、記録最上位の1名の K 級選手が準決勝に進むことになっており、ジータスは2分57秒4の記録で1組の2位につけて勝ち残った。翌日の準決勝では、 2分57秒8の記録で2組の3位となって決勝に進んだ。決勝では予選や準決勝よりもタイムを縮めて2分56秒6の記録を出したが3位に入ったフィリピン代表のテオフィロ・イルデフォンソニ零0秒に及ばずメダルを逃した。次のロサンゼルスオリンピックの200メートル平泳ぎには11、この国から18人の選手が出場して8月11日。 8月12日、8月13日の日程で実施された。今回も選手たちは4つの組に分けられて予選に挑んだ。2組で泳いだジータスは日本代表の小池玲さんについで2分51秒0で2位につけて勝ち残った。翌日の準決勝では2分47秒6の記録で2組の1位となって決勝に進んだ。 決勝では2分48秒0の記録だったが、今回も3位となったイルデホンソにー0秒9の差で、及ばず、メダルを逃した。ベルリン五輪200メートル平泳ぎのメダルセレモニー。左から、銀メダルのジータス、金メダルのハシツ・テツオット、銅メダルの小池霊さん。ジータスにとっての最後のオリンピックとなった1936年の、ベルリンオリンピックの200メートル平泳ぎには、 11の国から25人の選手が出場して8月13日、8月14日、8月15日の日程で実施された。選手たちは5つの組に分けられて予選に挑んだ予選各組上位3名と記録最上位の1名の計1 6選手が準決勝に進むことになっており、G ータスは1組で日本代表の発出鉄夫とに次いで2分44秒。 6の記録で2位となり、準決勝に進んだ。翌日の準決勝では、2分44秒8の記録で、破室、アメリカ代表のハーバート・ヒギンスに次いで3位に入って、決勝に勝ち残った。決勝にはジータスのほか、同じく、ドイツ代表のヨッヘン・バルケ、日本代表の派出、小池、伊藤サブロー、アメリカ代表のヒギンス、そしてフィリピン代表のイルデフォンソが出場した。 レースでは、ヒギンスがバタフライ A4 で飛ばし、バルケが追いついた。45メートル付近で、ハシツと小池が追いつき、50メートルのターンは、ハツ、コ小池、ヒギンス、バルケの順だった。60メートル付近で、ジータスは、ヒギンスを抜き去り、ハシツに追いすがった。100メートルターンでは、ハシツ、ジータス、イルデフォンソ、小池の順だった。ジータスは小池、イルデフォンソ、 ヒギンスと抜きつむ加熱の状態で、シツを僅差で追い、150メートルターンに差し掛かった。ここでは、シツ、ヒギンス、小池、ジータス、ビルデフォンソの順だった。残り30メートルというところで、ジータスはシツとの差を詰めて逆転する寸前まで追いすがったが、結局シツは2分41秒5で逃げ切り、ジータスは2分42秒9で2位となって、銀メダルを獲得した。 なお、3位には、小池が入り、4位以下は、ヒギンス、伊藤、バルケ、イルデフォンソの順であった。ベルリンオリンピックから36年後の1972年、ドイツで2度目の開催となる、ミュンヘンオリンピックの年に、ジータスと発出に、再選の機会が訪れた。そのきっかけとなったのは、1970年に、大阪で開催された、万国博覧会だった。 万国博覧会のドイツ館とドイツ国内とを結ぶラジオ放送にハシツがゲスト出演した際、海の向こうのドイツ国内ではジータスが同じくゲストとしてラジオマイクの前にいた。ハシツが君はまだ水泳を続けているかと問いかけるとジータスはまだ続けていると答えた。次にジータスがハシツに2年後にはミュンヘンに来るかと尋ねるとハシツは 必ず行くと答えた。そして、もしよければ、あのオリンピックプールでもう一度レースをしないかと提案し、ジータスもその提案に賛同した。2年後の1972年、ハシツはジータスとの約束を果たすためにドイツを訪れた。すでに一般公開されていたオリンピア・パルク、スイム・スタデオーンは、二人のために特別に二つのコースを設定した。 当時62歳のジータスと58歳のハシツはプールに通う子供たちが見守る中で同時にスタートを切った。今回はジータスが先行しハシツが追いかける展開となってジータスがタッチの差で逃げ切った。二人の競った距離は200メートルから50メートルへと短くなっていた。ドイツの新聞は翌日金メダルに36年遅かったという見出しで、 ジータスの勝利を伝えた。しかし、ジータスも破室も、友情を確認するだけで十分で、もはや勝ち負けなどは関係ないことだった。その後も二人の友情は続き、1978年に、当時の西ベルリンで開催された第3回世界水泳選手権でも、一緒にオリンピア・パルクスイムスタディオンのスタンドで、平泳ぎのレースを観戦している。オリンピック以外の主要な競技会では、 ヨーロッパ水泳選手権で1931年に200メートル平泳ぎで、銅メダル、1934年に、金メダル、1938年に、銀メダルを獲得した実績を持っている。ジータスは1989年に、ハンブルクで死去した。死後の1992年には、国際水泳連動入りしている。オリンピックアスリーツボーンインクロンツ、ハンバーグ。 ジャーマニー2012年5月7日閲覧。ABCDE、アーウィンシエタース1992オーナー、パイオニアスイマーアーカイブ2012年5月31日、ウェイバックマシン国際水泳伝道動ウェブサイト、2012年5月6日、閲覧。ジャーマニースイミングアットザ1928、アムステルダムサマーゲームズ2012年5月7日、閲覧。 ジャーマニースイミングアットザ1932ロサンゼルスサマーゲームズ2012年5月7日閲覧ジャーマニースイミングアットザ1936ベルリンサマーゲームズ2012年5月7日閲覧スイミングアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズ2 0 0ズブレストストロークラウンド12012年5月7日閲覧 スイミングアットザ1928アムステルダムサマー・ゲームズメンズ2 0 0ズブレストストロークセミファイナルズ2012年5月7日閲覧スイミングアットザ1928アムステルダムサマー・ゲームズメンズ2 0 0ズブレストストロークフィナール2012年5月7日閲覧スイミングアットザ1928アムステルダムサマー・ゲームズ メンズ2 0 0ズブレストストローク2012年5月7日、閲覧。ただし、予選での組の人数は、2人、5人、6人と、まちまちに分けられていた。スイミングアットザ1932ロサンゼルスサマー、ゲームズ、メンズ2 0 0ズブレストストロークラウンド12012年5月7日、閲覧。スイミングアットザ1932ロサンゼルスサマー、ゲームズ、 メンズ 200m ブレストストロークセミファイナルズ2012年5月7日、閲覧。スイミングアットザ1932ロサンゼルスサマー、ゲームズ、メンズ 200m ブレストストロークフィナール2012年5月7日、閲覧。スイミングアットザ1932ロサンゼルスサマー、ゲームズ、メンズ 200m ブレストストローク2012年5月7日、閲覧。 この回でも予選の組分け人数はまちまちで、1組は5人、2組と3組は6人、4組と5組は4人だった。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ2 0 0ズブレストストロークラウンド12012年5月7日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、 メンズ2 0 0ターズブレストストロークセミファイナルズ2012年5月7日、閲覧。ベルリンオリンピックの時点では、バタフライは、平泳ぎから発展した英法の一つとして、平泳ぎと同様に扱われていた。バタフライが、下級オリンピックの独立種目となったのは、1956年メルボルンオリンピックからで、ある。AB 騒ぎ、269から278ページ。 スイミングアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズ2 0 0ズブレストストロークフィナール2012年5月7日閲覧スイミングアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズ2 0 0ズブレストストローク2012年5月7日閲覧 AB さわき340から342ページ AB 島村むらのアスリートのいる風景 第6回、語り継ぎたい名スイマーニューボイス、島村プロウェブサイト、2012年5月6日閲覧。エウロペアンスイーミングチャンピオンシップス2012年を、月9日閲覧。ありがとうございます。